メジャーな感じの曲を書いてくれている人のばっかりを拾っていこうかな。はっはっはっへっはっはっ、さまよえる青い弾丸ね。もう一番好きです。変形メジャースライド、非常に珍しいっていうか、二度と使ってない感じのフレーズかな。A メロ休みで、俺が大好きな B メロ。モーテルってなんか書いてある人がいるんで。こんなんも弾けんようになったんだな。俺が弾けてメジャー、なるべくメジャーな、そういうリクエストをね、どんどん書き込んでください。よろしくお願いします。ホームのイントロを弾いていただけると嬉しいです。いいですね、夏みかんさん、これは最高のリクエストをありがとうございますとか言って弾けなかったら嫌だなっていう気持ちがすごくありますけど。とてもいいリクエストありがとうございました。そういう感じのやつをね、俺がすぐ弾けそうなリクエストをしてください。弾けませんとか、ちょっと練習させてくださいとか、弾けませんでしたとか、別の曲にしてくださいとかね。そんなことばっかり言ってたら、もうビーズ専門ギター教室を15年やってますっていう私の古典に関わるんで、私が弾ける曲のリクエストを気を使って、してください。はい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 、オーガールいいですね。このギターで弾く感じの曲ですからね。なんか急激にやっぱりあれですね、皆さんの、協力体制がだいぶ整ってきたってすごくいいなと思います。素晴らしいですね、最高です。ファイヤーボールのラスト、いいっすね。カズウルさん、までね、ぜひ頑張ってやってくださいね。これちなみにこのエンディング、サビのまあバッキングとほとんど一緒っていう感じなんで、アームで音程取るのってめっちゃ難しいですね。そしてですね、東京デビル、
ありがとうございました。いいですね、いいリクエストを書き込んでいただいてありがとうございます。カメックスレジェンズさん、これなんか、今着せずして、ライブの時の本人が弾いている今夜月の見えろかにのイントロの音にめっちゃ似てました。さすが FAT のエフェクターを使ってるだけのことはあるなっていう。いいですね。ぜひ皆さん、心の編集で弾けたところと弾けなかったところをね、削除してつなげていただいたらと思いますけれども、あ、ついでにタイムのブリッジをお願いして、ブリッジってどこのことですかね俺がタイムでこの音で弾きたいなって思ったのは、まあイントロもいいんですけど、いいんですけど、ギターソロ終わって、まあ、歌が入ってきたところ、逃げ出したくないようにっていうところですね、がとてもかっこいい B メロのアルペジオバージョンみたいなやつですね。てる間に2回ほど弦がこぼれましたけど、いいリクエストをどうもありがとうございました。へい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 、ゼロを聞きたいと。まあそんな感じでゼロのゼロでしたね。つまもの走るのギターソロを聴きたいと。ユニコーンさんね、いけなそう。まあ、生放送クオリティではまあ今のでもう OK かなって感じですけど、ですね、万歳、一応シングル曲ということで大変良いリクエストをね、ありがとうございます。
今ちょうどなんかグリッサンドのって言って書いてる人がいましたけど、ちょうどね今やりましたというか、コツややり方は俺がそれを解説してる動画があると思うんで、ピドゥーンで検索してみてください。恥ずかしい技名をつけてね解説してるんで、よかったら見といてくださいね。私がオリジナルで考えた恥ずかしい技名ですね。ピドゥーン。